ハイサイー、ハイタイ、琉大医委みなさんこんにちは。今週も琉大医委員の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは琉球大学工学部3年時の桃代と国際地域創造学部1年時のリリカです。この番組は現役琉大生が琉球大学の先生や学生と研究や琉大沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう。 そして、受験生や現役の学生さんに雄大の魅力をお伝えしようという番組です。はい。今日は初めてリリカがメイン、サブサブパーソナリティを務めてくれます。はい、よろしくお願いします。あの、琉球大学がのえっ、ー、とブロードキャスト部になっての新1年生として初めて参加させていただきます。 よろししくお願いしますそれでは本日のゲストを紹介いたします琉球大学グローバル教育支援機構の金城志麻先生にお越しいただきました本日はどうぞよろしくお願いします金城先生は障害学生支援室でのさまざまな活動や多様性を考える授業をされています CM の後詳しくお伺いしていきたいと思います お顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆルフ・アロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパームもツーブロックもフェードカットもして全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げますネット予約がおすすめギノアン上原スタジオラディッシュ検索してね 防音工事ならお任せ株式会社サンワハウス防音工事にかかる費用は100%国の補助金で工事ができますアルミサッシ玄関ドア玄関タイル外壁のペンキなどお気軽にご相談ください電話098988-5325沖縄市池原の株式会社サンワハウスはい元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です はい、元祖唐揚げ本舗あらたけかかず中学校前店です醤油、塩タルナンパン激辛も美味しい唐揚げあります元祖唐揚げ本舗あらたけかかず中学校前店ギノワンシウエユニオン後ろ花笠食堂赤ちゃんからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん家族みんなが大好き花笠食堂オレンジ色の看板が目印だよ詳しくは 花傘食堂で検索してね地球環境の回復クリーンエネルギーで美しい未来をサスティナブルなビジネスに価値があるハーモニー・オブ・ヒューマンネイチャートーラス人生をもっと,もっと豊かに 時間をもっと素敵に長浜モーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けしますラジオをお聴きの皆さんもこんにちは本日の龍大弥美院は工学部3年児の桃代と国際地域創造学部1年児の リリカでお送りしています。お願いします。お願いします。本日の琉大愛部員のゲストの先生は。金城島先生です。改めて今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。金城です。金城先生の。専門分野について、まず聞きたいんですが。はい、どのようなことをされてますか。はい、専門分野は、えー、心理学です。心理学の中でも、えー、臨床心理学といって。 皆さんカウンンセリングととか聞いたことありますよね、はい、中学校とか小学校とかもスクールカウンセラーとかね最近は結構あのよく利用してる子も多いのかなとも思いますがそういうふうにこう悩んでる子とかそういうあのまあ病院だけじゃなくて学校現場とかいろんなところで心理師活躍はしてるんですけれどもそういうふうにこうえっとカウンセリングとかそういうえ悩んでる人のえ相談に乗る。 で、一緒に解決していくっていうのが、まあ臨床心理学っていうのが専門です。すごいですね。なぜその分野に興味を持ったんですか。うん、ああ、なんでですかね。そうね。えっと、人の心って面白いなって、大学生の頃に、うん、あ、高校生の頃かな。うん、受験する前にね、はい、って思ったのが最初かなと思います。うん、お話を聞いていく中で、元気になる人とか。 まあ高校生ぐらいの時に友達と話しててなんか自分のこう言葉かけで表情が変わったりとか元気になったりとか逆に落ち込ませ怒らせたりとか、うん、なんか人の心って面白いなって思ったのが最初だったかなと思いますきっかけは。へいいですねそれで大学は心理学を学ぼうと思って。 はい、入りましたなので最初からそのえっとカウンセリングのえカウンセラーになりたいとかっていうよりも心理学を学びたいと思って大学に入って、はい、でその後ああやっぱ面白いなと思ってそのままカウンセリングとかそういうえっと将来、まあ、大学生なので将来のことを考えた時に仕事何しようかなって思った時にあこれを仕事にできたらいいなと思って臨床心理学を学ぶ、まあ、大学に進んでまあ資格を取ってっていうような、はい。 感じですね、思っってたたのとギャップはなかかんですか高校生の時に思い描いてた心理学が大学でそのままって感じです。うんうんうん、えっとギャップとしてはそうですねなんかカウンセラーがなんか話を聞いて悩みを聞いて解決してあげるみたいな感じで最初のい、うん、印象としては持ってたんですけど、はい、全くそんなことはなくて実は。 その人が悩んで考えて自分で答えを出すっていうことのお手伝いをするのがカウンセラーの役割なので、はい、あここは全然こう違ったなっていうのは思いました。それが良かったんですね。それそうですね。なんかしてあげるではなくて、はい、うんうんそのあ自分でこう一生懸命苦しみながらも答えを出していって、だんだんこうなんか。 次に向かっっててとといいううかかか明日に向現実はそんなに変わらないんだけれどもやっぱ心の持ちようが変わるとなんか明日頑張れそうみたいなところがあったりしてそういうこうえっと特にねあの不登校の子たちと会うことがまあ臨床の場では多かったんですけどそういう子たちが学校行けてないけどなんかちょっとこう将来に向けて勉強してみようかなとか何かしてみようとか明日はちょっと えー、お家の手伝いしてみようとかい、学校行くことがゴールではなくて、うん、なんか自分の人生を少しこう。歩み出すみたいなところに、なんかお手伝いできるというか、うん、携われるとめっちゃ元気をもらえてるなと思います。よく聞かれるんですよ。はい、なんか悩んでる人とかに話を聞いてて、はい、なんか疲れないとか。はい、余計自分も落ち込まないとかってよく聞かれるんですけど、はい、逆に元気をもらうことが多いですね。ああ、そうなんですね。う 心理をやってると確かに落ち込むっていう話を落ち込むんじゃないっていうのは聞きます。感情が豊かだからすごい吸っちゃうみたいなそういう感じではないですか、ねうん。そういう感じでは全然ないですね。それは多分、はい、吸っちゃうとなんかその人のえー、っと本当にこうどうどうしていきたいのかとか心の、うん、交通整理みたいな感じなのかな、はい、っていうイメージなので吸っちゃうと一緒にね、はい、あの迷い込んでしまうので、はいはい、吸わないように。 っていう,のはう,いう、うん、ちゃんと授業を受けてあそうです。で専門専門としてそうですね。そう,すそ,うそういう風にこう吸わないように訓練して専門家になります。うん、あくまでもお手伝いっていう。あうん、もう全然お手伝いであの、はい、なんだろうな。えっと。なので、カウンセリングの終わりの方とかは、うん、あなんか自分元気になって自分頑張れてるみたいな感じで、うん、皆さんそんな感じなのでなんかありがとうございます。みたいな。 あなたのカウンセラーのおかげで元気になりましたっていうよりも、はい、なんかあ元気になってる、じゃあ明日頑張れるみたいな感じが多いです。うん、実際。うん、すごい心理学を学んでどういうことをやりましたか？大学で印象に残っている、うん、自分が大学生の頃、はい、それとも教えてる大学生の頃でお願いします。大学生の頃で印象に残ってる印象に残っていること。なんだろう。 <laughs> えっと大学院ななど,どういうことかなイメージとしては <laughs> 大学院とか大学とかで心理についての行ったことですごい印象に残っていることがあれば何 <laughs> だろうなでもやればやるほど、はい、あ心って難しいなって分かんないなって思ったのがい。 印象深いかな勉強すればするほど分かんないっていう、はい、奥が深いのでなのでやっぱもっともっと学ばなきゃなって学生の時代はかなりそれは思いましたね。ややればやるほどあ分からないない人の心って,って思いましたなのでよく聞かれるんですよ「はい、人の心見えるんじゃないの?」とか「<ー>私見透かされてる」<ー>みたいな。 えっとユタじゃないので <laughs>、えっと、見えません。<laughs> 逆に心理学んでる人は人の心はわからんよねって<ー>そんな単純じゃないよねっていうのが専門家かなとは思います。え何かその生徒とか児童の方とかで声をかけるときに気をつけてることとかってありますか？ふん。なんかこんな風にするみたいな。 あんまりなんかこう、えっと、気をつけてることそうですねなんかこっちから押し付けないっていうことかな聞き出すというかその方がその子がとか思ってることをこう話してもらうような声かけは心がけますね,ねこうなんでしょうとか嫌なんでしょうとかそういうことではなくて。うん どう思ってるのかなとか嫌なのかなとかそんな感じで疑問系で聞くっていうことは気をつけてますかねあくまでも向こうから話しかけてくれるのを待ってるっていう感じですかね話しやすい雰囲気は作るのを心がけるけどこっちからいろいろ決めつけはしないっていうことかなありがとうございます今までやってて良かったなと思える瞬間って ありますかそうういう、ね、えっと高校生のやっぱ不登校の子たちの、はいえっと、カウンセリングすることが多,か多いんですけど、はいえっと、やっぱり学校に行けてなくてでも行けてない自分を結構責めてて、うん、ななんか本当は行かなきゃいけないのに行けてない自分ってダメなんじゃないかって思ってる子が多くてで,でなんかこうやっぱり下向いてたりとか。 うん、笑顔も少なくて目も合わせられなくて、うん、みたいな子たちが結構、えっと、適応指導教室で知ってますか高校生も、えっと、県の、えー、教育センターの中に照シノっていう教室があるんですけど、はいはい、学校行けないここで学校行きたいんだけど行けないっていう子たちがそこにかよ、はい、毎日通ってきて、うん、で学校にまた戻っていくためにチャレンジをしていきながらってそこでカウンセリングをしてたんですけど、うん、そこで1年間ぐらい。 その会うことが多いんだけど、うん、でその中でやっぱり4月に会うのと最後の3月に会うのって本当に全然表情も違ってて最後にこう卒休式みたいなのをするんですけど、うん、そこでちゃんと自分の,あの言葉でいろんなこの,の経験が良かったとかあとお父さんお母さんありがとうとか本当に何か自分の中で。 今まで色のない世界だったのが、はい、すごく色が豊かになったとか、はい、そういうのをこの生徒たちの言葉から聞けるときに、うん、あ良かったなって思いますね。お、うん、素敵なエピソードですね。すね <laughs> そうなんですよ。そういうの聞くとほら元気になるでしょ。ありますね、うん。そうなんですね。やりがいになるってことなんです、ね。そう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 いうことですね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 今までどのような活動を されてきたんですがその先ほどの話を聞くとかも、うんうん、そんな外にもたくさんしたって伺ったんですけど。えっと,、えー、っとまあ高校生のカウンセリングだけじゃなくて子育て支援私障害の子たちの、はい、えっと子育てって結構なかなか大変で、はい、でその悩んでる子育てに悩んでるお母さんたちの カウンセリングだったり一緒に子、うんえー、育てを考えていくっていうような子育て支援の現場も臨床の現場、ね、も、えー、やってますねそれは学校の先生としてするんですか、うんうん、カウンセリングカウンセラーとして、ね、今日も行ってきたんですけどはい。<laughs> その帰りなんですけど保育園今日行ってきたのは保育園に行って、はい、午前中にその 気になるお子子さんの様子を見て、はい、でその気になるお子さんには、えっと、先生が1人ついて下配って言うんですけど下配、うん、がついてで子どもの発達っていうのをこうあのサポートする先生が1人ついているので午後はその先生と,、えっとそのお子さんの保護者お母さんとかお父さんが来て一緒に「今の発達の状態こうだよね」とか「うんうん、ちょっとこういうとこ難しいね」とか「でもこうやるとうまくいくよ」とか「うんうん、でもあっ 今日言ってたのはすごい言葉が出るようになったとか<ー>、うん、そういうでじゃあ、えっと、今は今こう発達がこういう状態だからこういう手伝いをしていきながらこういうふうに手伝ってあの伸ばしていきましょうとか、うん、お友達と喧嘩が多いので待つっていうのが難しいっていうお子さんが今日はいたんですけどうん、うん、その時にじゃあ待つ練習って難しいじゃないですか。はい、なのでじゃあ何をしようかって言った時に「だるまさんが転んだ」をしようと。 ダルマさんコロナ待たないといけないじゃないですかダルマサンコロンだって言ったら動かずに待つみたいなで、それを練習遊びの中で入れましょうとかそんなこともしています子供があくまでも負担にならない形では、そう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 遊びの中でって感じですね決まってるわけではないってことですねその子にあったものオーダーメイドですねすごい考えるのが 楽しいよ。そうそう楽しいです。いいなと思います。うん。楽しかったです今日も。はい。じゃあもうそれは先生としてじゃなくて研究みたいな感じにはなるんですか一応？これはもう本当にカウンセラーとしてですね。先生とカウンセラーの顔を持ってるあそうですねそうですね。なるほどです。そう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 ですそうです。先生の授業私受けて。はいはい。 今までで一番楽しかったなって思ってっ思えたんですけど。はい、ありがとうございます。どうやって、先生の授業が集中講義と普通の講義があるんですけど。普通の講義の講義っていうんですか。うんうん、普通の講義のうん、うん、授業ね。うん、はい、授業の方は授業の講師ってどのようにして決めてるのかが気になりました。ああ、ゲストスピーカーのことかな。はい、いろんな方を呼んで、はい、えっと、お話ししてもらって、っていう,う,いう,う授業を。 共通教育の授業でやってるんですけど授業が共生社会に向けたアクセシビリティですね、はいはい、なので、まあ、いろんな方がね共生社会っていうとなんか難しく聞こえちゃうんだけど世の中にいろんな人がいるのででも世の中にいろんな人はいるけど。はい 人人数的に少ない人とはあんまり会会う機会なないいじゃないですか、はい、そんな中で共生社会って言ってもあんまり会わない人のことって関心も向けれないし、うんえっと、理解もそしたらできないし、はい、じゃあ共生社会って言った時に、うん、いろんな人のことをちょっと理解しながら一緒に暮らしていくっていうこと大事かなと思うので、うんうん、じゃあ人数が少ない人って誰だろうなって思った時に、うん、えっと数的にね、まあ、マイノリティとかって言われてるような、うん、あの。 人たちをゲストスピーカーに呼んでお話をしてもらおうって思ったのがきっかけですね。それは自分で調べてオファーをするんですか。<あ>知り合いなんですかもともと。えっと知り合いじゃないです。<laughs> <laughs> <laughs> 全部オファーして、<laughs> そうそうそう。はい、いろんななんか講演会とかで、はい、あのあおいいいいお話し,してたな、<ー>まあこっちでも学生に聞かせ聞かせたいなとかって思って連絡して。 とかああそうなん、うん、毎回違うんですか、うん、えっと講師,の方講師の方は変わったりまあ同じ方に何回かやってもらったりまたか変わったりとかですねうん,うん、うん、集中講義は去年と今年で全然あ全然また違いますねいろいろまだあのこの授業をして えっと集中講義ってまだ二二回目だ、二、うん、年目だったので、はい。後期の集中講義にあります。えーえー、今年で三年目になりますね。集中講義ってどんなことをするんですか。うん、集中講義は、はい、えっとそのさっき言った共生社会に向けたアクセシビリティっていう授業の中で。はい、いろんな方の話を聞いて、例えばまあ障害の方を障害がある方をお呼びして、視覚障害とか聴覚障害とか。えー、っと車椅子の方とか、うんうん、あと。 いなかったかな今年から去年からかな発達障害の方とか、うんえっと、あとは LGBT の方とか本当にあんまり会わないっていう人数的に少ないのでそういう方々のお話をなんかこう、はい、えー あんまり合わないのでこんな感じなんじゃないかっていうふうに思い込んじゃってるっていうことはあると思うので実際に話を聞いてみるといやそんなこともなかったっていうことも結構多くてでそういう話をその授業の中でいろいろ聞いてもらってちょっと知識というかあの経験えと体験その体験談とかを聞いて視野を広げてもらってで集中講義ではそれをもとにじゃあそのより良い社会にしていくためにはどうしたらいいのかっていうのを自分で 調査してもらうっていう、はい、授業になります<ー>目的としてはどんなことしましたか私は車椅子の方が講師になって <laughs> その方が沖縄で一日楽しめるコースをグループで考えるっていう講義でしたすごい面白そうですねなんかすごい楽しかったんですよ、はい、い,いろんなね、はい、あの 観光コースが出ててでも結構沖縄って観光のね県なんですけど意外とバリアが多くてね国際通りりでも行き止まになりましたなので車椅子の方をっていうことだったのでみんなに車椅子貸し出してグループに車椅子を持って行ってもらって実際に車椅子をねツアーを自分たちでまずは体験してやってきてっていうのをやりましたね。 でそれを発表してもらう、うん、こういうところがやっぱりバリアがあったとか、うんうん、じゃあどういう風にしたらそのバリアは取り除けるかとかそういうの考えてもらって発表しししてもらいいまたたねす、うんはい、すごい楽かかっんんですよすなんか講義ってやっぱり受けるっていうなんか受動的なイメージだったんですけど、はい、そうやってなんか自分たちで動いて見つけて知るっていうのをすごく楽しそうだなって聞いてて思いました。うんうんうん、そう思います,んすみんな <laughs> 楽しそうでした。<laughs> 今年はでも違うんですよね。今年はえっと去年、それが一昨年だったでしょう。去年は、年えっと、聴覚障害の方に来てもらって、はい、ちょっと手話を。あの。あ ある程度使えるようになってほしいなと思ったので、はい、結構手話の時間をとって割とその後やっぱり調査を入れたんですけどはい、はい、あえてその学んだ手話で初めて学んだその手話で聴覚障害の方にインタビューをしに行った方もいて、えー、学生さんもいておすご,い,おすごいと思って <laughs> いやちゃんとね会話を手話でしてきたっていうのを聞いてはい、はい、おすごいな手話で会話て。してきた,んですかてきたインタビューをしてきたんですよ。 すごくないですかすご,す,ご <laughs> すごいなと思って5日ぐらいの集中講義でそうそうで手話調査もあるので、はい、実際は三日ぐらい,手話あい簡単な日常の、まあ、手話みたいな感じなのかな学んだとしてはすごいねそれでもそれを使って、はい 話せないっていう自分の気持ちの壁をあそうですねり越えてるって感じがしすうんうんそうだと思います言、うん、外国の言語と一緒な感じがすごいしました今お話伺って、うん、すごい楽しそうだなと思ってなんか取る機会があったら取ってみたいなと思いましたぜひどうぞ、はい、ぜひぜひ その時はまたよろしくお願いします。<laughs> はい、あの共生社会に向けたアクセシビリティは後期もありますので、はい、前期後期やってますので、あ楽しみにしております。ぜ<ひ>後期のなん、ね、<laughs> 授業を取りたい。必修と被ってなければ。被ってなければですね。<laughs> 大丈夫、毎年あるから。<laughs> 楽しみです。はい。ぜひ受けてみてください。あ、先生の、うん、あと 大学で行ってる活動で障害学生支援室っていうところで活動されてると思うんですがどのようなことをされていますか、はいえー、っと障害学生支援室では流、えーまあ、大の中にも病気とか障害を持っている学生さんたちも結構たくさんいて、はい、今まではなんかそれも自分で努力で頑張んなさいっていうようなことが、まあ、あったかなとも思うんですけど。はい えと障害者差別解消法っていう法律ができてからはしっかりそれをえ配慮しましょうっていうのがねあ,のあってそれでまあ合理的配慮っていうんですけどそのことをね。なので学生さんたちがえっとまあ障害とか病気があるとハンディがあるわけでハンディがあるってことは最初から同じスタートラインに立ってないわけでそれを同じスタートラインに立てるような配慮をしてであの勉強を勉強 授業大学生活に臨むための配慮っていうものをしていきましょう、うん、でその配慮っていうものはじゃあどういうものがあるかなっていうのを考えてで学生一人一人それこそさっきのオーダーメイドと同じなんですけどそれぞれねあの障害の程度もいろいろ違うので、うんうん、この学生さんにはこういう配慮が必要だよねとかっていうことを考えて提供していくっていうのが生涯学生支援室です。うん やはり今障害があると大学には入りづらいって考える人の方が徐々に徐々に日本でも大学進学率は増えてるんですけれども 1%,、うん、1前後かな、うん、でも欧米諸国では10%前後なのでうん、うん、やっと日本では1%を超えたんですけど、うん、ま,だま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 だこれからかな、うん、さっき言ってたように自分にはできないんじゃないかって思っちゃって諦める人が多い。うん だだろうなと思いますますそのそれを取り除くそれを克服するために、うん、今回キャンパス見学ウェルカム企画っていうのをやったって伺ったんですがえー、っと支援学校の高等部の方学生,あ生徒さんたちが隆、えー、大に見学に来ていたので。 工学部を見学したいということで、はい、だったので龍、えー、大の支援室も紹介してほしいということだったのでもちろん龍大の支援室の紹介もしたんですけど、えっと、それだけではなくて大学生ってどんな生活してるのかってなかなか分からないじゃないですか、はい、高校生からしたら。はい、なのでその大学生の一日みたいなものを紹介したり「龍、はい、大ってこんなとこだよ」とかっていうので、はい、図書館のスライドを作ってこういう。 図書館でこういうとこだよとか政教でこういうとこだよとかうん、うん、そういうのをこう、えー、学生から紹介してもらって「うん、でウェルカムようこそ来ました」っていうことで龍、えー、大のマークと支援、えー、学校のマークを掛け合わせて、えー、っとお花のようなもののマークがあるんですけどクリップみたいなのをクリップスプラ版に<ー>それをあの学生が書、はいあ,あの えっと考えててくれそのマークをーまあなんて素敵な <laughs> 作ってくれあの考えてくれてでそれをプラ版にみんなで書いてであのクリップにしてプレゼントしたっていう企画があって後日談で支援、はい、学校の先生からその後まあ連絡があって。 でありがとうございましただ、はい、まあお礼の連絡があって、はい、でその時にに生,生徒が流体受けてみようかなって言ってましたって言ってました。ねね、なので、ねはい、すごくあこういうふうに自分の世界がこう広がるというかできないやとかじゃなくて、はい、おもしろそう、行ってみようっていうところでちょっとお手伝いができたのかなと思うと嬉しいなと思いました。一歩近づいた感じがそうですね やっぱりなんかどうしても知ってると知らないと全然違いますよね、うん。そうですよね。はい、うんうん。だからそういったところの第一歩っていうのがすごい、うん、いい機会だなと聞いてて思いました、うん。うん。他にもいろいろな活動されているって伺ったんですが、はい。どのような活動されてますか。申請ですか。そうです、ね。先ほどのボランティア、うん、支援室のボランティアで。うんうん キャンパス見学のウェルカム企画をされたということなんですが、うん、ボランティア活動で他にされてることはありますか。えっと、何がありますか。私、ボランティア活動してると思いますが。ててはい、去年なんですけど、はい、ビーチフェスの。ああ、そうですね、うん。障害者の方を対象とした、うんうんうん。ビーチフェスを行ってて、えー、バナナボートに乗ったり。 海に入ったりバーベキューしたりみたいなの,のボランをお手伝いをしたり<ー>あと車椅子の使い方を大学で体験してね,体験,してね体験する<ー>車椅子体験してはい、はい、あと眼鏡を視野凶作のね眼鏡、はい、をかけて歩いてみるみたいなのを行ってますはい ボランティア活動はねそういういいことをしています、はい、なのでさっきあのお話ししたんですけど、はい、障害とか病気がある学生に配慮合理的配慮を提供するっていうだけではなくて、はい、えっともう一つはそのボランティア活動として、まあ、留大の中でもそうですし、まあ、そういう,こうちょっとこう困ってるっていう人たちに対して、うんえー、何かお手伝いをするような活動だったりあるいはあの、えー、っとそういう。 自分自身の知識とかそういうのを増やしたり、うん、体験とかをするために車椅子体験してみたり、うん、車椅子でどうやって押したらいいのかなとかっていうのをやってみたり、うん、そんなことしてますボランティアこの活動の団体っていうのはいつやってるんですかえっと えっと不定期ですまだね、はい、あのたくさんボランティア登録してくれてる人がいるんですよ、はい、でも、はい、ちゃんとした何とか組織みたいにはなっていないので、はい、何かこういうイベントがありますよ何かやります一緒にやりませんかみたいな感じで声かけをして今はそれでやりたいっていう人たちと活動してるっていうような感じなんですけど、はい、もうちょっとそれをちゃんとね組織化して、はいはい、ボランティアの えー、組織として作っていきたいなっていうのが、うん、私の目標でございます今年からサークル化してるのはあ,<ー>あれはボランティアとは違うのかが自分にはよく分かっていなくてあそうですねえっとーサークルだとやっぱりどうしても、はい、あのボランティアももちろんその自分の自主性を大事にして私はやっていってほしいなとは思っているんですけど、はい、どうしてもサークルってなると、はい、あのー 大学側が関与するというよりも,もう学生が主体という感じになってしまうので、うんえっと、いろいろ考えてやっぱりサークルという形だとなかなか一緒にコラボしていきにくいなということで学生委員会みたいなちょっと言葉硬いんですけど、うん、ボランティア委員会みたいな感じで半分サークル半分なんか、えっと、大学の教員も一緒にみたいな感じのものを目指しています。うん、<今>そううんですね、うん 今年の春にサークル化しますというお話があってどうなってるんだろうってすごい感じてたんですけど、ねはい、またじゃあ中間報告をボランティアの皆さんにしないといけないですねありがとうございますたくさんお話聞かせていただいたんですけどここでゲストの方のリクエストソングコーナーに行きたいと思います 曲を聴いた後に金城先生がなぜこの曲を選んだかについてもお伺いしていきたいと思いますそれではお聴きください世界の終わりでハビットですラジオをお聴きの皆さんこんにちは本日のリ大ウダイアイビーンのパーソナリティは三年時の桃屋さんとリリカでお送りしています先ほど流れた世界の終わりのハビットなんですがなぜこの曲をリクエストされたのでしょうか理由を聞きたいですはい えっとですね世界の終わりについてはよく知らないんですけれどもさっきも話したんですけど保育園で子どもたちの,、ねはい、あの発達についてフォローするために保育園巡回してるんですけど、はい、そこでお遊戯会の練習をしていてでそれでこの「ハビットが流れていてで子どもたちがあのこの曲に合わせてめっちゃ上手にダンスしてたんですよ。はい でそれでお面白いダンスだなと思って、うん、この「えー、とハビットの,、はい、あのプロモーションビデオを見たらお全、ま、く同じだと思って、うん、わすごいこんなあの難しいやつ子どもたち頑張って踊ってたんだなっていうのが印象的で歌詞聞くっを、えー、見てみると、うん、なんかこうすごくさっきも言ってた共生社会に向けたアクセシビリティの中で、うん、なんかこう。 えーと人数が少ないマイノリティの人たちのことをよくわからないなっていうところで、うん、なんかこう,分類しちゃうっていうのかな、うん、例えば障害者とか、うん、障害者健常者って何で分けないといけないのかなとか、うんうん、なんか LGBT とかそうじゃないとか、うん、なんか全部全てをこえて分類したがるじゃないですか。うんはい、でそういういのを なんか分類する曖昧な、まあ、心理学の話ですけど、うん、曖昧なものって人を不安にさせるんですよ。はいはい、なので曖昧なものではなくて何かカテゴリー化していくと人って結構安心するんですよね。はい、でも安心させるためにカテゴリー化してるんですけど、はい、でもそれが、えー、と逆に偏った見方になりがちで、はい、なんか自分とは違うっていうふうになんかこう考えがち。 なところがあってそういういのをなくしていいきたいな何も違うことはなくて、はい、なんでこう分類同じ人間なのに分類して考えるんだろうっていうところが、はい、さっき言った授業の発端なので、はい、お歌詞見てみると全く同じこと言ってるぞと思って、はい、あなかなかあの歌詞に、えー、共感してこの、はい、まあ今日お話しする内容ともかぶるかなと思ったので選びました。はい ありがとうございます。その深い意味はあったんです、はい。そうですよ。<laughs> 先生からこの曲をリクエストされた時になんでなんだろうってすごい考えたんですけど。<laughs> はいはい、そうですね。あんまりあのそれ以外の曲は世界の割りを知らないんですけど、はいはい、これはまあでもきっかけはめっちゃ子供が可愛かったので。あそうなんです、ね。<laughs> そうなんです。そっからですね。すごくいいエピソードを聞けましたね。はい。 の授業の時にもうなんかテーマソングで流したいなと思うぐらい授業にね内容にぴったりだなと思ってもう分類ばっかりし,しないよみたいな、うんはい、なんで分類するのみたいなことを授業で言っているのでテーマソングだなと思って選びましたいつもは「も世界の終わり」を聴かないということなんですが <laughs> いつも何聴きますかね。洋楽が多いいでですすかねねそうなんです、ね、はい 洋楽が多いかな。例えば、だっ聞きますか。そうだよね。例えば、えっと、えっとアリシアキースとか。でも若い人たちも聞きますよ。そうですね。初めて聞きました。アリシアキースは若くないのかなじゃ。フレシアキースでも洋楽に詳しくないは多分あります。なんかね、ちゃんとブルーノマーズとかも聞きますよ。あ、わかります。あ、よかった。ですよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。 えー、ここからは先生の個人的な趣味などについてはお伺いしたいんですけれども先生の趣味でダイビングが趣味だとお伺いしたんですけれども先生子どもの頃はダイ海が苦手だったんですよねえっと今でもです海がが苦苦手手ではなくて水え、うん、<ー>今でもシャワーを顔にやってると「はあ!」って窒息するみたいな感じでビビります。<ー>でもダイビングは 海は好きなんで何 <laughs> ね、なんか厄介でしょ <laughs> 水は怖いのに海は好きみたいなね厄介だなと思いながらいつも戦いながら水怖いって思って戦いながら入まからそう入るででが戦いなんですよ<ー>だから結構水があのエントリーするときに海にポチャンって浮くじゃないですかそしたら顔にすぐエントリーしないので、はい、顔にあの水波が当たると <laughs> なるんですよ怖いっってて言大丈夫って言われてそろそろエントリーするよって「待って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 ちょっと待って」って言ってここの準備をしてんかそういう儀式を経てやっと「よし」って言って中に入るともうすごい世界が広がっているのですっかり忘れてしまうっていうさっきの怖さをっていう感じですね。沖縄のの海やっぱり綺綺綺麗麗麗でですすすねね本当におめ 海があいや、そうです、ね、あんまりね、あのたくさんはい、いろんなとこ行ってないですけど、久米島の海がすごく好きでした。はい、綺麗でした。ね、めっちゃ綺麗でした。<ー>行ってみたい。そう、なんかね、あの、あの、本当に。こ見たことない。 竜宮城ってこういうとこなのかなと思う <laughs> ベタだけど本当に彩りのあのお魚が泳いでいて <laughs>、はい、たくさんの種類のお魚が泳いでいて、はい、で結構ドロップオフって言って崖みたいなところでうん、うん、だからすごいこう景色としてもすごく雄大でお魚もいっぱいいて、はい、すごい綺麗ですね<ー>ぜひおすすめします先生お友達と潜られるんですか そうですね1人でもあ1人でも行きますよっていうかダイビングの、えっと、ショップに行ってああそのダイビングショップで潜るので1人で行きます、はい、すごいそこのダイビングショップで他に潜る人がいれば、はいまあ、一緒に潜るんですけどインストラクターさんともちろん一緒に潜りますけど一緒に手を引っ張ってもらう状態で潜ることになるあそうですね、うん、そんな感じですね へいいですね、はい、スキューバーダイビングの自分資格を取ってるんですけど、はい、おそうなんですね あ、一番下のレベルなんですよ。一緒です、一緒。そうそうそう。すごい怖い時とかないですか？なんか私一回口からのホースが外れて、気づいてもらえなくて死ぬかもしれないって思ったんですけど、そういう時とかあの戻しました。自分であの最初の練習の、やんか練習大事ですよね。練習大事ですよね。本当に本当に。そうです、そういう時伝えれるのかなってすごい感じました。伝え。 伝えなきゃですよね。はい、<laughs> 伝えなきゃですね。す一度なんかエア切れしそうになった時があって、その時は本当に怖かったですね。はい、どうやって伝えたの？でももうあのインストラクターの方も分かっていて、すぐ、はい、あのあの上に上がったんですけど。空気が送られてこないってことは怖いなと<ー>その時はもうなんかドキ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 ,、えー、ド,キドキするから余計に呼吸がね、うん、あの早くなるので、どんどんエアもなくなっていくし。<laughs> 焦っちゃって。焦っちゃってみたいな。怖い。ことありますね。すごいですね。そんなハプニングも。あるんで、あのさっきの授業のにも、あの関連するんですけど。えっと、聴覚障害の方って手話使うじゃないですか。なので、手話使う時って、なんかまあ日常生活で音声言語が、の人たちが多いので。不便だろうなとかって思う。 ことも多いかなと思うんですけど、はい、海の中に入ると音声言語を使っている人たちは喋れないじゃないですか、はい、空気吸わなきゃいけないので、はい、でも聴覚障害の方がたまたまいらっしゃってて、はい、めっちゃ手話で楽しそうに話してるんですよ 手話同士でってことですか。そう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 。なので、わこんなにおしゃべりして楽しそうと思って、なんか環境が変わると障害って変わるんだよなと障害じゃなくなるってこと。障害じゃなくなるんですよね。逆にあの音声言語使っている人たちの方が喋れないから障害みたいなもっともっとね喋りたいのにこのこの感動をね喋りたいですよね。ああ綺麗とか言いたいじゃないですか。 でも手話の人たちはめっちゃそれを喋ってて羨ましいって思った方がありました面白いですね面白いよねこういう時手話喋れたらいいなと思いました喋れる人もあと増えるのもいいですねきっかけにもなりますよね手話を学ぶバイリンガルになれるとねいいですよねありがとうございます他のことも聞いてもいいですか 先生が学生時代でやって良かったことありますか私たちとかもっとやってほしいことを、はい、やってた方が良かったのはい、はい、後悔でもあーっとでも ね、皆さん結構活動的なのでも <laughs> 恵さんとかもね <laughs> こういうラジオもやってるしボランティアとかもやってるのでもうすごいなっていつも思います <laughs> 学生時代をもう卒業しちゃうと、はい、学生時代って結構忙しいなってもちろん思ってると思うんですけど、うんはい、本当にあに卒業しちゃうと自分の時間って結構なくなるんですよなのでいろんな活動を今のうちにいっぱい経験してほしいなって思います。 勉強も含めてななんんですけどういいや忙しいからとかできないみたいな感じを聞くといいいいやもっったななて思ますできることには可能な限りチャレンジしていくときっと多分卒業してからこの経験って生きてくるしああやっててよかったなって思うことって絶対出てくるかなと思うのでいろんなことにチャレンジしていってもらいたいなと思いますありがとうございます。 ここここでそろそろ留大学院終了のお時間がやってきました。金城先生最後に聞いてくれてくださっている方へメッセージをお願いします。はいえ最後にえー、っと拙いお話聞いていただきありがとうございました。もし、えー、留大学生きあので聞いてる方は私の授業面白いなと思ってくれたらぜひ取ってもらえたらなと思いますし。しボランティア活動にもいっぱい参加してほしいなと。 思ってます。はい、ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。金城先生、本日はお忙しい中貴重なお話を本当にありがとうございました。それでは C.M. の後はエンディングです。最後までぜひお聞きください。全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。零三 全国若年認知症協議会昨日言えなかったおはようございますがおはよう今日は言えるようになって君は毎日成長して私は毎日学んでいく保育士ってそんな仕事だと思う小学院国際ビジネスアカデミー子ども未来本科 和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒などさまざまなお酒を楽しんでみませんかジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です出会いから想像へ感動と笑顔をありがとう春彩創作工房中村何牛角カルビとダブルタンたバター 鶏肉のおいしいやってるいらっしゃい屋台赤道ラーメンしょうゆ味噌豚骨に塩はもちろん特製辛味噌ラーメンもおすすめ自家製麺でスープの相性抜群肉汁たっぷりのシューマイ餃子も大人気 創業20年余り変わらぬ美味しさ屋台赤道ラーメン夜なまるの音楽スタジオサウンズグロウバンドリハーサルレコーディング音楽レッスンスタジオ生配信にも使えます表現者が配信できるよう機材レンタルも行っていますご相談はお気軽に電話098882-8313サウンズグロウラジオを聴きの皆さんこんにちは 本日のリ大愛ダイイビーンのパーソナリティは桃もとリリカでお送りしていますさて今回は金城先生に様々なお話を聞かせていただきましたどうでしたか今日初めてのサブで緊張したんですけれどもなんかすごい障害者の方への見方が変わったっていうかなんかこんな活動もしてるんだっていう新たな発見がたくさんあったのですごくいい機会でしたありがとうございました すすごいい緊張しましまた、ね、<laughs> なんかもういですスタジオのの中が熱いのを感じ私もすごい先生のお話を伺って心理学にもともと自分が興味があったんだなっていうのを改めて感じました他の学童でアルバイトしていた時とかもあって障害のある子とかはどうやったら心開いてくれるんだろうって。 思いながら関わってる時もあったのであ、そういうアプローチとかもうちょっと考えたらよかったなってすごい今になってお話を伺って思いました<ー>金城先生今日は本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございました次回の流大やいびも土曜日の13時からの放送を予定しています来週もぜひお聞きくださいこの番組は FM ギノワンさんの YouTube チャンネルでも配信しておりますのでこの番組が終了した後もアーカイブの動画として残るので聞き逃した方もそちらの方を聞くことができます。また、竜大イイビーンは Twitter や Instagram もやっておりますのでそちらの投稿もチェックしていただけたら嬉しいです。コメントももお待ちちしています。と私たち YouTube はい、サークルで始めようって,なって予定なので <laughs> まだ未定なんですけど、はい、予定なのでもしそちらの方が上がればコメントや、はい、ぜひ、はい、チャンネル登録もしてほしいですね <laughs> 解説した時にはです、ね、お願いお願いします,します <laughs> 今週のリュウダイヤイビンは工学部3年時の桃代と国際地域創造学部1年時のリリカがお送りしましたありがとうございました